パリ万国博覧会パリ万国博覧会1900年パリ万博エッフェル島がそびえる1900年パリ万博のパノラマビューメディアを再生する会場の様子を伝える動画約36分観覧車グランドルードパリ1900年のパリ万国博覧会は1900年4月14日から11月12日までフランスのパリで開催された国際博覧会である 会期中に演じられたロイフラーのサーペンタイナン,ンス。この劇場に川上貞子がマダム貞子として上がった19世紀最後の年を飾る国際博覧会であるが新世紀の幕開けを祝う意味も込められており、開催期間中には過去最大となるおよそ4800万人が訪れている。また、パリオリンピックに合わせての開催でもあった。 1855年以後、パリで開催された国際博覧会では5回目となる。前回のパリ万博に引き続き、9時月前売入場券を販売して、開催予算1億フランの6割を賄った。会場として、グランパレとプティパレが建てられ、ロシア皇帝ニコライ2世紀の寄付により、セーヌ川両岸を結ぶアレクサンドル三世橋が架けられた。また、 当時世界最大となる高さ100メートルの観覧車、グランドルードパリが今回の博覧会に合わせて一般公開となり注目を集めている。さらに、動く歩道や1889年の第4回パリ万博に合わせて建設されたエッフェル塔にエスカレーターが設置されて話題となった。ちなみにアメリカの発明家、チャールズ・シーバーガーが オーチスエレベーターカンパニーと組み、エスカレーターの商標で出展して一等賞を獲得。それを機に、エスカレーターの普及が始まったと言われている。一方、装飾美術では、サミュエル・ビングが出展した店が一躍注目を集めた、ことで、店名であった、アール・ヌーボーは、今回の万博を象徴する表現となり、さらにはこの時代を象徴するフランスの装飾美術。 様式そのものを指す名称ともなっている。また、1895年にパリのグランカフェ地下で世界初の映画館をオープンしたルミエール兄弟は、今回の万博でもシネマトグラフによる映画の上映を行い、訪れた人々を魅了している。会場の一つであるグランパレでは、今回の万博の企画展として、フランス美術百年展が開催され、 新古典主義から印象派までの19世紀のフランス美術を代表する約3000点の作品が展示された。今回の万博のテーマは過去を振り返り20世紀を展望することであり、それに合わせた展示物も数多く出品されている。会期中にサラベルナールが自身の名を冠したサラベルナール劇場にてレグロンを演じ大好評となった。また、ロイフラーが 自身の劇場で披露したサーペンタインダンスも好評を受けた。この万博会場を訪問した日本人の一人が夏目漱石でロンドンへ留学の途上に立ち寄った。また、折から海外ツアー中でロンドン公演を終えたばかりの川上を閉じろい一座はロイ・フラーによってパリに招かれ、サダヤッコはフラーの劇場にマダムサダヤッコとして出演し大人気となった。 万博を訪れたアメリカの旅行作家バートン・ホームズはフランスの演劇批評からがこぞって川上はじめ座を称賛していることある巧妙な演劇評論家はサラベルナールがフランスの女優でエレオノーラ・トゥーゼがイタリアの女優ならサダヤッコは世界の女優だとまで評したと伝えその他の催し物がつまらなく見えてしまうほど日本の役者たちは1900年の万博で成功した と書き綴っている。また商業パビリオンに芸者を出展したところ、一目ぼれした青年がプロポーズを申し出たエピソードや、着物を譲ってほしいと願い出た女性の存在の記録もあるという。フランスの人類学者、レオン・アズレイは、万博で集まった世界各国の芸人たちから約400の音源を録音し、フランス発のレコーディングコレクションを作成したが、そのうち14本が、 日本関連のもので、これは日本の音楽としては世界初の録音となった。A グラム本社の録音にし、フレッド・ガイズバーグも会期中に川上音次郎一座の公演を録音した。日本のメインパビリオン、日本館1900年のパリ万博には日本も出展し、各パビリオンにおける様々なジャンルの出品に加えて、 メインパビリオンでは大規模な古美術の展示が行われた。日本が海外において古美術をこれだけの規模で一堂に展示するのは初めてのことであり、これによって海外の人々に本邦の美術を警望するの念を起こしめたることを目的としていたが、アール・ヌーボーの嵐が吹き荒れるパリ万博において刺したる評価は得られなかった。日本館に加え、 政府の出店したティーハウスでは日本のビール他販売を行った。この茶店を表して1892年に日本を旅行したことのあるバートン・ホームズは主規に日本人は世界で最も趣味の良い国民なのにこの万博の茶店は建物も売っているものも百貨店で売られているようなガラクタの類だと記した。日本は 仏国事務局より割り当てられたトロカデロ地区にメインパビリオンを設けた。日本館の設計は伊藤平左衛門が手掛けて交流寺コンを模し、魚物を含む古美術品を出展した。メインパビリオンにおいては日本固有の建築法を示そうと試み、前には小池を設けて日本庭園風にし、また茶店や酒屋なども設けた。一方で、セーヌ川に、 日本風の橋を建設する計画を、仏国政府より打診されていたが、費用の問題から、日本政府はこれを斜絶せざるを得なかった。トロカデロ地区に割り当てられた独立国は、日本、新国、トランスバールの3カ国のみで、他は、ロシアやオランダなど、欧米諸国の植民地のパビリオン出展に割り当てられていた。日本は当時、 アジアにおける数少ない独立国であったにもかかわらず、パビリオンはこのフランス領以外の植民地エリアに組み込まれている。パリ万博で公表を受けたマダム・サダヤッコの公演は日本政府の出展とは無関係に行われたものである。以前より国外の万博会場にて日本の展示の近くで日本政府とは無関係に興行を行う者がいたため、 日本政府から問題視されており、本博覧会ではこれらを検閲する手はずを事前に整えていた。本博覧会でも、フランスの工業会社が芸者を雇って、世界一週間の近くで勝手に株を踊らせるという行為や、諏訪秀三郎が相撲工業を行おうとするなどの行為があったため、日本政府が強行的に辞めさせようとしたが、 これらの工業を許可するという立場のフランス当局とトラブルになった。最終的にフランス当局の担当者より最後通告が下り、日本当局は取り締まりを断念した。そのため、川上はじめ座がロイフラーに雇われて工業を上演した件に関しても政府の報告書において川上の名を挙げて特筆されるほど問題視されているものの取り締まることができなかった。 出展品は内閣初期官長平山茂信を筆頭とする政府民間合わせて42名の調査員によって採択された。日本政府は出展作品を公募し、監査会で委員が採点する方式で選ぼうとするが当初の規定で15点以上とした平均獲得点数は審査の過程で見直され平均10点以上に緩めている。前年の秋に 白馬回転欄会で合格作品を披露した。その作品を以下に挙げる。建築関連会が日本画西洋が版画水彩画、五点、木彫金属彫下町その他メダユロール、深川聖寺、深川ポースレーン金賞、北村真嗣、北村醤油酒造上道賞、服部孫兵衛、染色工芸品の有松絞り、優等金牌、大橋緑石、日本画、 もうこの図。エキゾチックな建物が集められた、世界旅行パビリオン正式な各国館とは別に、エッフェル塔近くに企業などが出展する商業地区が設けられる。その中に、ツアージュモンドという名の商業パビリオンがあり、外周に並べ立てたエキゾチックな建物には、タイやインド、アレクサンドル・マルセル設計の日本風の五重塔や門が建った。これは19世紀末に、 欧州で大人気となったジュールベルヌの小説、80日間世界一周を小さくかたどったアトラクションで、館内をぐるりと見て歩くと、わずか1時間で世界一周ができるという趣向だった。内装のパノラマ画を画家、ルイ・リュムーランが手掛け、各国の風景をジオラマで再現、現地人も連れてきて展示に加えてあった。展示は多分に、 西洋人の植民地に対するロマンチックな幻想で歪められたものだったが旅行作家のホームズはこの塔や門には日本で彫られた本物の彫刻が施されており日本の建築物で唯一見る価値があるものだと評し再現された茶店は繊細な作りで着物姿の芸者もおり室内や庭や人々もまさに日本という雰囲気で日本好きも満足する出来だと評価し 事実、このパビリオンは万博で一番の人気を博する。閉幕後、50等の設計図はレオポルド2世の手に渡り、ブリュッセルの極東博物館に使われている。出版都市順。ありがとうございます。